皆さんこんにちは。見えておりますでしょうか。友人 A でございます。こんにちは、ホロライブ裏方の友人 A です。よろしくお願いします。あ、ちょうど曲が終わってしまった、すいません終わってしまったところなんですが、はい、これから明日明後日はホロライブの全体フェスビヨンドザステージということで、今日も今回も豊洲と一緒の感じで配信とつまちをしたいと思います。こんばんは、ありがとうございます。いやー、すいません、ちょっとあの PC が一回落ちまして、いやー、どうなることかと思ったんですが、あの来ることができました。すいません、よろしくお願いします。皆さんのとつまちは35分ぐらいから来るようなんですが、ちょっとそれまでに音量のバランスとかを見させていただければと思うんですけれども、音量問題ないでしょうか。ちょっとうるさかったりしたらあのなんとかしますので、よろしくお願いします。一応このまま、もしよければこのまま行かせていただきたいと思います。あ、頑張ります。めちゃめちゃ緊張してます。はい、ちゃんとみんなからのチャットにもね対応しないとと思うんですけど、はぁ、あと1分ぐらいかな。ちょっと BGM 下げますね。はい、ちょっと下げました。はい、ありがとうございます。明日明後日ですね、ビヨンドザステージホロライブの全体ライブが2日間にかけて配信ライブなんですが行われます。もしよろしければみんな応援しに来てくれると嬉しいです。ということで、いや、あと1分ぐらいですね。いや、みんな来てくれるかなちょっと来てくれなかったらねどうしようっていう感じなんですけれども、ちょっと手がやばい、震えている手が震える、すいません、ちょっと頑張ります。最初誰か来てくれるといいんですが、ちょっとはぁ、ドキドキする。35分になったらみんな来てくださいと言っているので来てくれるかなと思うんですけれども、一応こんな感じでめちゃめちゃくだらない一人遊びを考えていました。18歳未満はダメ、激辛カレー食レポ、〇〇にしたいホロメン語り、 ID&EN メンバーさんからもお手紙を読み上げ、あと超えていくホロライブでインオフも少しは似たいホロメン声真似など、はい、地味な企画を用意しているんですけれども、地味すぎてやりたくないので、できればカレーはね食べたいんですが、あとお手紙ももちろん読み上げたいんですが、一人で遊ぶのはなんか悲しすぎますので、いや、できればみんな来てくれたら嬉しいなということで、あ、35分になりましたね。それそろそろ来てくれるかな。皆さんよかったら来てくれると嬉しいですって私がちょっとコメントしますね。いやー、じゃあそろそろ来てくださいと。お、お、来た来た、もし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 、あ、もしもし、そら、あ、でもなんか入ってきてるかなそら放送見ながらやってたから、あ、なるほどね。そら来てくれた、最初にありがとうちょっと乗っちゃった誰ちょっとね、まあ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 、まだ初心者だからね、新人だからねそっかそっか、マイクに放送の時乗っちゃうか、そう多分設定によってはね拾っちゃうじゃないか。やばい、私今手がプルプルしてたから、本当に来てくれてよかった。と、空が来てくれました、ありがとう。やっほー、皆さんこんにちは、月の空です。今放送にも出ているはず、出させてもらいました。空が来てくれました、ありがとう。はい、こんにちは。空は何日目に出るんですか。1日目、1日目、明日だ。え、緊張してる。あんまり、あのね、なんか、はいはい、みんな一緒だからそこまで緊張してない、うんうん、あー、一人だとやっぱもっと緊張する。一人だとやっぱりプレッシャーがすごいから、なんか全部失敗できないみたいのがあるけど、うんうん、なんか大人数だから、うんうん、みんながいれば大丈夫みたいな。あーまあ確かに心強さあるよねうん、いや、この前もねすごくソロライブももちろん良かったけど、なんかこう、うんうん、グループの中で歌う空もすごく気になるから、いやね、そうだよ、みんなあれだよ、グループどこまで行っていいか分かんないよ。あ、確かに
そう、でも私はね知ってるから、まあなんかこんな感じか、あそれで来るのかとかねあるけど、うんうん、なんかなんだろう、どこまで確かに言っていいのかあれだけど、なんかこう見てもらいたいところとかある？マリッキーな、本当になんかなんかなんだなんだ、あグループのねやつがあるわけですよ。グループのやつがある、あるなるほどなるほど、なのそれをなんかなんかね一生懸命ダンスとか、うんうん、うんうんうん頑張った振り付けが今回あるやつが実はあって、えみんなで一緒にとか、そうそれをねぜひぜひねみんなに見てほしいなって思う、はいはい、なるほど、じゃあみんなのちょっとお揃いの振り付けみたいなのも見てほしいなって、まあ何の曲だかはちょっと当日のお楽しみっていう感じだね。だけどなんかみんなで一生懸命こうダンスレッスンして、うんうん、で振り付けをねみんなで覚えながらやったのが、うんあるので、うんうんうん、それをねぜひそう見てほしいです。いやー楽しみだ なんか楽しみだよね。家だからさ逆にいくらでも声を出してねサイリン振って盛り上がれるから、暴れられるから、暴れられるからよかったら皆さんもお願いできると嬉しいなと思います。なんか声出してね、あ緊張迷惑にならない程度に声を出して楽しんでいただけると、そう壁ドンとか触れないようにそれはちょっとねあの気まずくなっちゃうからねちょっと気をつけていただきつつお願いできればなと思います。じゃあなんだろう一言最後にこう意気込みをお願いします。はい、なんかね去年と違ってね2日間も行われるフェスということで、はいはい、ね2日間どっちもねやっぱそれぞれのチームと呼びますかのね、うん、個性とか魅力がいっぱいあると思うし、はい、こう1日目見た人は2日目見て、うん、あこんな感じなんだっていうのが分かると思うから、うんうん、ぜひぜひこう連続でね2つとも見てもらえたら嬉しいし、やっぱみんな大好きになってもらえたら嬉しいです。あさすが先輩として、一番の先輩としてすごいなんかコメント力が上がっててちょっとなんか寂しいな。さすが、えちゃんは生きてるの。私は裏にね、裏にねこうずっと佇んでね、あ胃を痛くしながらそういううん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 ってやってるから、うんうん、いいなってやってるそういやこんな状況いや本当に来てくれてありがとう。明日頑張ってね、応援してるというかいるからね、舞台裏で行ってきてってやるからいっぱいチョコレート持ってくね。あれ喉はでも気をつけてね、確かにチョコレートはいいけども美味しいから、はい、じゃあ、うん、こんな感じで頑張ってきてね。はい頑張ります。はい、ソラでした、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えちゃん頑張って、ありがとう、バイバーイ。バイバーイ。いやソラが来てくれました。一番乗りに来てくれてなんか嬉しい、嬉しいなという気持ちです。